こんにちは、リリナナです、今年も残りわずかになりましたが、体調などを崩されていませんでしょうか。私は数日前にインフルエンザになってしまって、まだ本調子ではないので、お掃除とかもできずに家でおとなしくしています。去年の年末はコロナになってしまって、で今年は受験生がいるので気をつけてたんですけども、インフルエンザになっちゃいました。皆さんも本当に気をつけてください。で今年中に編み方の動画を1本出す予定だったんですけども、編集ができる状態じゃなかったので、年明けに出せたらいいなと思っています。今年は本を出させていただいて、自分の中で本当に夢のような1年でした。でもその反面、 YouTube までなかなか手が回らなくて、楽しみにしてくださった方には本当に申し訳なかったなと反省の1年でもありました。でなかなか両立が難しかったんですけども、来年は今年より投稿頻度を上げられたらなと思っているんですけども、子供の卒業式、入学式があるので、少しバタバタしそうかなとは思うんですけども、落ち着いたら投稿頻度を上げていきたいなと思っています。で以前コミュニティでも書かせていただいたんですけども、本の発売後すぐに重版が決まったと生徒者さんから連絡をいただいて、でその後またすぐに3ずり目の重版が決まったとご連絡をいただきました。これも手に取ってくださった皆様、いつも応援してくださる皆様、関わってくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございます。でまた来年も皆さんと一緒に編み物を楽しみたいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。では短い挨拶になってしまうんですけども、今年1年ありがとうございました。体調などを崩さずに良いお年をお迎えください。